こんにちは、ワキシングのリーゼントチャンネル、ナイスリーゼント。あれ、やってくるの？はい、今日は、ここ吉祥寺にある吉祥寺鉄拳8のコン会長がやってる焼肉屋さんの鉄鉢に来ています。今日はなんとちょっといつもと違う対談形式でやっていこうと思ってますので、今のボクシング界についてちょっとぶっちゃけトークをしていこうと思います。ナイス。こちらになんとスペシャルゲストが来ていただいております。小原啓太チャンピオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、僕の唯一のボクサー友達です。友達じゃねえっつって1個上の後輩なんですよ。ちょっと軽く自己紹介をお願いします。あ、それ俺にいるの？いや、だって、日本チャンピオンになってるでしょ、で、東洋太平洋のチャンピオンになってるでしょ、で、WBO アジアのチャンピオンになってるでしょ、で、1階級上の日本チャンピオンになってるでしょ。でもそれをなんか、何代とか何級とか知らないの？まあ、言いません、念のために。で、はい、そこは省きます、はい、まあ、とにかくすごいいっぱいチャンピオンになってる人です。ただ世界戦に負けてます。お前もな。でも本当時期もね、あの、似てるというか、なんか俺どっちがどっちかな、最初は俺が2ヶ月前ぐらいチャンピオンになって真似してチャンピオンになってとかで、で俺が次期挑戦者決定戦やって、うん、すぐ同じように挑戦者決定戦やって、で世界戦やったのもすぐ1ヶ月か2ヶ月にしてから、2ヶ月か9月になって、俺は9月、だから俺4月に世界戦やったら9月に世界戦やってっていう、もうすげえ時期が被ってるんですよ。で、過去にはまあちょっとあるところで殴り合いをしたっていう伝説の、それはまあそれはおいおい言って、じゃあまあ今日はって感じで、はい、乾杯して、はい、あの、今日はそうですね、ちょっとまあボクシング界の今のそのボクシング界の現状について小原さんとちょっとぶっちゃけトークをしていこうと思ってるんで、ちょっとここ焼肉食べながらやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。選手の事務移籍についてきた得意分野。これ分けば、ぶっちゃけなしでなしでいきましょう。お題変えましょう。お題、そういう風にか。これね、やっぱり今年になってから選手ね、移籍しやすくなったやつ、はい、うん、3年っていうね、昔はそういうことなかったからね。あ、今年からでしたっけ。今年から、そうだね、そう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 、3年経って、契約3年経てば、あの、会長の、あの、承諾がなくても選手の意思で移籍できる。これは、その、まあ、今回そうなったけど、その以前の話で言うと、うん、もう会長が全ての権限を持ってるから、うん、移籍をしたくても選手はその、まあ、会長との話や折り合いつかなければ、うん、移籍できないっていうことだと。でも実質契約書はあったはずなんだ。これはうちのチームでは必ず、これはね、判子を押してたから。だけどただ多分自動更新の可能性もあったわけだよね、選手に声をかけずに。自動更新ですよ多分。かな、うん。でも俺は一応声かけてる。あの、そのそれには選手も何だと思うんだよね。あ、3年 ?2 年 ?3 年、まあ、ちょっと今日は覚えてないけど、うん、なんでやはりミサコチームは有料です。何やってるの。あとはその高額と言われてる移籍金もなくなったんです。3年経てばね。 それについて2人、まあ和毛君に関しては移籍を経験してる、小原さんに関しては長いこと同じチームでやってる、その2人の意見をちょっと聞きたいなと思うんだけど、それはなんでじゃあ移籍するきっかけになったことは何かあるの？移籍するきっかけになったことは、なんでしようと思ったの？まああるんだけど、これはちょっと言えないこともあるね。まあ弁護士が入ってるんであんまり言えないですね。じゃあやめよう。移籍したいことはあったわけなんでしょ、うん、で実際に移籍したじゃん。で、この今回の移籍、自由化って言っていいのかどうかわかんないけど、いや、すごいいいことだと思う。あの、俺に限らず、もうそれでいっぱい困ってる選手いたし、で、もう本当にいい選手もそれで辞めていくってことも
俺はよいろいろこの14年間見てきたから、うん、やっとここまで選手を思ってくれてる制度ができたかっていうのは、うん、やっとって感じですね、うんうん、もっと早くこういうのになってくれてたら、うん、本当にいい選手はもっともっといっぱいいたと思うし、うんうん、すごいちょっとまあもったいなかったなとは思うんですよね、俺は。これからね落ちてるやんね。小原さんは移籍しようと思ったことない？僕は一度もないです。他で終わから行っても他行かないと決めてるんで。だって移籍金だって会長のいいねだから、うん、会長も俺ちょっと移籍したいですってなったら、うん、じゃあお前移籍していいけど、うん、お前じゃあ1000万持ってこいって、うん、いう会長だって中にいるんだから、うん、そんなのありえないことだし、うん、でもそれが曲がり通ってしまうから、で、じゃあ分かりましたと、うん、こっちは弁護士を雇ってもう勝負しましょうってなったら、そんなね、1ヶ月2ヶ月で終わる話じゃないじゃないですか。でそれでなんだかんだ2年3年になっていったらもう選手の、ね、うん、期限だってあるんだから、そこでもう無駄に2年3年って何もできない期間を作るぐらいだったらもうちょっと我慢して、うん、そこのジムに行き止まるっていう風に選ぶしかないっていう状況だったから、うん、いやいやでも育てるっていうのはほとんどの選手がいるね。そうですね。だからまあそういう意味では本当に今回のね、これでまあ3年間はね、まあその縛りはあるけど、うん、その3年後にちゃんと自分の意思でとどまるとか、うん、移籍するとかっていうのが、まあ俺はすごいそのジムのあり方もそれでよくはなると思うんですよね、うん、いいジムにはとどまるし、うん、悪いジムにはやっぱり出ていく選手が増えるしっていうので、ジムも自分なりに頑張ろうっていう姿勢も多分出ると思うから、そういう意味ではやっぱいいと思う。両方が歩み寄るって感じになるから、うん、いいところは残って悪いところが操作されるべきものがね、だからそれはすごいいいことだと思うし、もう一つその俺的には、ね、出口が見えたほうがいいんだけど、その移籍したいと思う前にどうにかできないのかなって俺ずっと思ってる最近、うん、俺最近聞いてもここね半年だけど、最近だ、ああ本当、うん、だけどそのジムってどうやって決めた？あの俺はアマチュアのインターハイで声かけてもらって、うん、そこで行こうしようってことはもう1個しか知らないで入ってるわけ。そう選択肢がないんです。で知ってる人にでもまあ、どこどこジムあるけど、つてがないからわからない。でも行きやすいところに近くのところで入ってみよう、プロテスト、楽しくなってきた、プロテスト受け合った、そこで契約ってなっちゃうから、はい、そこの間に入る人がいても俺はボクシング業界であってもいいのかなと思うし、プラスそれが業界じゃなくて、そうなるとやっぱりお金が絡んできたり、その悪い部分も出ちゃうから、業界がそういう斡旋まで、斡旋っていう言葉おかしいね、あの種類の紹介で自分の制度を公表する、情報公開、ファイトマネーだったり、そのジムのルールだったり、どういう選手を優遇するとか、ね、ジムのそのルールがジムによってまちまちなのが、やっぱり一番俺はちょっと引っかかってる、うん、まあ俺は色もあるからいいと思うんだけどね、うん、でもそれを公開して寄る選手がいるかどうか、あ、そうですね、それを公開すればいいと思う。そう、うん、それを公開しないまま、だって知らずにそこに所属になっちゃって、うん、札を振ってみたらなんだこれ、うん、ってなったら移籍も3年間できないし、だってそれは良くないと思うから、だったら最初にさ、20万でも出してさ、その紹介してもらって、で半年かけて選ぶんだったら3年間じゃなくて半年で終わるわけ、うん、我慢する期間が。だから俺そういう制度があっても、まあ、出口があるんだったら入り口で考えてもいいのかなっては、まあ、最近もなかなか、そう、それはもう入り口ですね、うん、考えれないですよね、うん、そう例えばまあプレアに入会しましたと、うん、で全く何も知らなくて、うん、まあ別にそのプロになりたくて入ったんじゃなくて、うん、普通にダイエットとか趣味で入って、うん、でちょっと楽しいからちょっと僕プロボクサーになりたいですってなって、で、まあ、プレアが本当にクソ最悪のジムだったとして、それが分かんないじゃないですか、うん、その練習生に入ってる場合って、でそれで楽しいからその場の何も知らない状態で、でパワーサーがよし俺プロになるからちょっと他のジムのこともいろいろ調べようとかって考えないですよね。あの考えても考えなくてもいい、そういうことをする人がいますよっていうことが大切なんだ、うん、もし出てった時にもやっぱり後ろ見たいんだよ日本人は、うん、
義理人情って言ってるから、うん、まあここで裏切ったらどうしよう、また会う時に嫌だって、うん、でも多分フレアに関してはそんなこと言わない。フレアは言わないでしょ。フレアはその選手をしっかり応援してるから、人としてだって、だってフレアの代表なんてただのバカですから。おい、それはね、いい意味で。あ、バカ、そう、愛情持ったバカ、ね、あのボクシングバカ。そうそう、だからもともとだって別にボクシングなんてのボノチなんて知らないから。いや、それは知ったろ、本当に。構え方一つ知らない。俺見てたぞ、見てたぞ。あ、すいません、見るだけは。だからその自分ができるわけでもないし、うん、指導もしたことないし、うん、ただボクシングがとにかく好きから始まったジムだから、うんうんうん、やっぱりボクサーに対しての愛情は多分人並み以上にあると思うんですよね。だからそういう意味では俺はまあいいジムだとは思う、うん、そいいだろう、ファイトマネーがあるの。ファイトマネーも昔は思い出してもそこいるいるいる。いや、でもそこは美佐子ジムの方がいいかもな。美佐子先生には負けますよ、それはうちもね。生々しい。ただ僕あのフレアのこういう話、あのこういうカメラ以外で人がすごい好きなので、はい、結構集めてるんですよ、うん、あの、うん、だからその配布って感じです。バイトまでだけで、うん、ちょっとフレアの感じを知らないので、あ、でも俺もし全然フレアのこと言っていいなら、全然俺言っていいなら言うよ。まあ例えば100万円の、ね、バイトマネーがあったとしたら、大学の200万円分のチケットが届くわけですよね。でまず100万円から 33% 33万円ジムに渡しますと、うん、で残りの67万円は自分のバイトマネー、うん、で大学の100万円はもう選手に好きにしていいよっていうスタイルがフレアだね、はい、これが多分基本のスタイルだと。美佐子ジムもそうじゃないですか。そうだね。だからこれが基本だと思う、うん、でジムによっては200万から33万引くとか、そうそうそう、なんか多分変わってくるんですよね、うん、でもどちらも別にあのルールを無視してるわけじゃないわけ、うん、あ、そうだ、それだけ言っとく、それだけ言っとかないとおかしいじゃん。そうです、そうです、そうです、うん、それをやられてる方も知ってますし、うん、でそこでちょっとそのトラブルというかその家に口論になってるのも知ってるので、うん、あ、そういうことなんですね。まあ、うちはだから金額にすると200万からの 33% の方が自分の手取りは低いわけですもんね、うん、そう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 、だから対応がいいって言ってるのはやっぱり元々の100万からの、そう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 、だからでもね、ジム選びってファイトマネーだけじゃないの。だけじゃない。だけじゃない。うん。うちはもうそういうルールでやってるっていうだけの話で、はい、それはどうぞ勝手にやってください。だから試合に関するお金ってファイトマネーだけじゃないじゃないですか。激励賞あったり、スポンサーの広告宣伝料だったりとかもあるから、うん、そういうのが多分ジムによってはそこも 33% 取るとか、うんうん、多分いろいろ細かく多分あると思うんですけど、うちはもう全額もう全部。もう激励賞からその広告も全部選手にっていうスタイルです。まああの春ね、ワッペンとかね、はい、ああいうのももううちはもう取らない。今は一応決めつけてやってきたけどね、はい、今後は分からんけど、ね、えー、嘘でしょ。いやでもそうだそうだ、世界挑戦にお金が入るってこの前ヤフーニュースで出てましたけど、ね、今後は分からない。分けるの気持ちを話しちゃったけどね。オリンピック目指したトップアマ選手がね、どんどんプロボクシング界に入ってきてます。ね、まあ、和気君、小原選手も一応トップ、あ、あれだトップじゃない、ごめんごめん。小原さんはトップ、あ、トップ。僕でもギリトップじゃないですよ。トップじゃないよ。え、実績的には実際まあ、2残ってるんですけど、ただ、アマチュアのトップと言われる1位、優勝、ナンバーワンやばいやつは、あの全日本選手権を取ってるんですよ。あ、それって国体優勝って違うの？違う。国体はあの県によって代表が決まるから、一番強いのにその出場権利を県自体が決めないと。だから村田さんは後半で終わったの。最後の国体予選で京都が負けて、あ、で村田は優勝してるんだけど、予選で優勝してるんだけど、京都自体が出場権を取れなかったからっていうので。そういうのがあるから、たまに俺みたいに、いや、でも俺、小原さんはそれで国体とかで全国優勝してるわけでしょ、はい、僕らはもうトップアマっすね。ありがとう。まあ俺はもう本当にかろうじて全国大会に出れたくらいみたいな。中卒のギリ、中卒ギリコースだよ。あ、ね、高卒からギリコースお前、いや、ギリコースそう。だからたくさん入ってきてね、はい、これからもう2人もベテランだから、もしかしたら付き上げてくるような、そういう
一戦もあるかもしれないしね。俺はもうそういうニュースが出るたびに、何球何球何球よスーパーマリオキスね、よし本当にこんなに、いや、受け取る受け取る俺も自分のことは泣くなみたいな、メザー球よしみたいな、よしでもメザー球ならアマチュアを下ろしてます。だから経験に入った藤田岡山の健二選手、はい、うわ、強いですか、健二強いですよ、強いな、俺でスパイやってますよ、やってるもう自分に来てくれる、あ、こんな感じだった、でも、僕、すごい感じがいいんだろうね、バケ君、大丈夫、はい、レーサー休憩よしもう、勝ってる、この2人じゃない勝ててる、え、その辺が小原さん、どうですか、何も思わないです、何も思わない、2人ともどう思う、トップアマチュアはやっぱプロに行ったらバンバン勝つと思う、小原さんはデビュー戦で、まあ、岩間、やめとこうかえ、何だったの、もう鳴り物入りで挑発鳴りかせて、いや挑発は、もう小原さん挑発よ、もうチーマーみたいな格好で出てきてまさかの敗北をしたんだよね、伝わらないいやでも相手はすごいよ、キャリアものすごい選手、あそう、まあ、アマチュア選手がねプロでやるってなったらそれなりの相手を、そう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 、なんかでもトップまでも上に上がる選手もいるし、いけない選手もいるじゃないですか、いますいます、いっぱい見てます、うん、そういうことです、僕は気にならないと、あーなるほど、ね、なるほど、なるほど、トップアマが来てるけど、いくら来てもプロで成り上がるかって言ったら、はい、まあそんな甘い世界じゃないよと、はい、これはまた別の話、はい、技術のハイテンポで3分3ラウンドでできるので、アマチュアはすごい選手、基礎もしっかりしていて、トップスピードも速く技術も高い、でぶつかり合って勝ってきた選手がアマチュアのトップなので、はい、そういうことです、そうそうそう、ずっとカメラでできてるのかなだけど、アマチュアが強いからって言ってプロで成功したっていうのは、いや多いんだけど、まあ、もちろんいますけど、でもそれ以上に成功しない選手も多いよね、そうそうそう、それは分かる、結局プロっていうのは技術の上に体力、フィジカルは、で戦略が必要になってくるから、だってアマチュアの戦い方とプロの戦い方って変わるもんね、ラウンド数も違ってくる、そうそうそう、だからこそまだ負けない、ギリギリいたのフィジカルっていうのかな、スピードだったりハイテンポのトップスピードでは負ける可能性は大いにあるけれども、これはその駆け引きと関係で問題にならないと思う、圧勝すると、結果的にです、きっとほぼほぼ負けます、ラウンド的には、競って競って負け続けて負け続けて最後一発で倒します、かっこいい、あーさすが、いや小原さんはねパンチがあるから言えるのよ、本当に小原さんの試合見てるのよ、もうパンチ上位だ、本当にやったより俺よくあのパンチもらったな、入れてくるぞそこで入れてくる、いやでも、でも、もう俺がそんな感じじゃないから、そんな、まあ、そういうことも言えないけど、小原さんはやっぱ、なんていうね。まあ、脇にはだって、切るパンチもあったり、それで倒すパンチだけじゃない、試合を終わらせるっていう必要性が、腫れる、切るパンチ。で、3回倒す。ジャックナイフって。誰も言ってない。初耳です。言っちゃなかった。なので、俺はそこまで、俺は歓迎するべきことだと思うし、まあね、ボクシング業界として盛り上がるよ、そう、で、その選手たちにもしっかり俺はハードなマッチメイクをこなして、そこね、自分自身で強くなってほしい、俺はね、なんかそのフットバーは潰し合いしてるんですよ、フットバーで出た、見るのが楽しい、出た一応上からね、一応上から頑張れ頑張れ、でもそこで揉まれて潰し合いをして出てきた選手は強いんで、それはファンの期待を背負って世界に出てくる存在になるから、そういう時はもうスーパーバンダム級じゃないのを狙うから、でもスーパーバンダム級で出てもいいわけだ、そしたらお前にも脚もまたまそうだよ、え、そうだよ、で、勝てないんだ、だから、俺はもう勝ちたい、俺は同じ人のことじゃあ、2人とも
もうどんどんトップアマ入ってきてるけど、まだまだ負けることはないという結論でいいですか？もちろんですよ。もちろん。僕はわからない。あんだけ勝つ言ってたの、だからこそボクシングって面白いと思う。そういうこと。だからボクシングって難しいよ、岡田さんは。気持ちはね、勝つね、もちろん勝つ。でも、勝つかどうかはやってもいいの。だからボクシングは面白いんです。ね、言ってたけどね、俺が5文字で言ったことを15文字ぐらいで。え、なんかある言いたいこと。あ、俺も言いたいこと言ってた。僕のお話はもう言ってもらえたので大丈夫です。まあ、分けるもんね。いや、俺もトップアマが実際はね、さっきはおちゃらけて言ってたけど、来るなら来いと。いつでも逃げてやる。スーパーバンタムできたら俺がフェザーに変えると。いろいろ手はあるんだから。だから俺は負けない。やらないから。ちょっとこれ長くないですか？ちょっと長いね。俺まだお題持ってきてるから。ちょっと長いんで、これ前半後半でいきましょうよ。いや、さっきやってなかったけど、ちゃんとこの番組の分かってる、見てくれてる、見ろよ。オープニングだけ見たことある。やってよ、ちゃんとやってよ、やってよ。ちょっといきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。この後の後編は、次回放送しますので、ぜひご覧ください。ぜひチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。今日もナイスリゼン。